ベルギナベルギナはギリシャ共和国の中央マケドニア地方に属する町。テッサロニキから南西に80キロメートル、ピエリア山の山麓に位置する。人口は約2000人。マケドニア王国の首都アイガイとされる遺跡が存在し、1996年にユネスコの世界遺産に登録されている。マケドニア王国の都アイガイとして栄えた。国土は前5世紀末に ペラへと移されるが、引き続き王国の中で重要な地位を占めた。この町でアルゲアス・朝のバシレウスのピリッポス2世は、パウサニアスによって殺害されたとされる。1977年長に存在する遺跡が、ギリシャの考古学者マノリス・アンドロニコスによりピリッポス2世の墓であると主張されたことで有名となった。ことの真偽は、未だ明らかとなっていないが、 ベルギナの遺跡が考古学上重要な位置を占めていることは確かである。ピリッポス2世の納骨箱とされる黄金の箱ベルギナ。この太陽ピリッポス2世の骨を収めた納骨箱であるとアンドロニコスが断定した黄金の箱には光線を有した星の模様が描かれていた。この模様はベルギナの太陽と呼ばれ古代マケドニアの象徴とされるようになった。年に ユーゴスラビアからマケドニア共和国が独立した際、国旗にこのベルギナの太陽を使用したため、ギリシャが反発し国際問題となった。1995年にマケドニアは国旗の形状を変更することに同意した。1850年代からベルギナ周辺の丘陵は考古学者の興味を集めていた。古代マケドニアの首都アイガイがこの近辺にあることが有力視されており、 これらの丘には応募が作られたのではないかと予想されていた。発掘は1861年にフランスの考古学者レオン・ウーゼーのもとで始まった。この発掘で古代マケドニアの宮殿跡の一部が見つかった。発掘作業はマラリアの感染を恐れて中断された。1937年にテッサロニキアリストテレス大学の発掘隊が調査を再開した。 さらに多くの遺物が発見されたが、1939年にイタリア王国との戦争が始まると調査は中断された。第二次世界大戦とそれに続く内戦が終結すると発掘が再開され、1950年代、1960年代には宮殿跡の全貌が明らかとなった。アンドロニコスは遺跡をマケドニア王の墓であると主張した。 1977年にアンドロニコスは6週間の発掘作業を行い、洞窟に合っていない墳墓を発見した。さらにいくつかの墳墓が1980年に発見された。アンド,ドロニコスはこれらのうちの一つをピリッポス二世の墓であると発表し、議論が巻き起こった。博物館への入り口これらの発掘物は一時的にテッサロニキ考古学博物館に展示されていたが、 1997年よりベルギナに建てられた地下博物館に収められている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ギリシアゴラテン本寺バーユアナ。ありがとうございます。